ナンバーアンダーラインアイライブツアーグッズ SNS で話題沸騰入手困難なレアアイテムもナンバーアンダーラインアイライブツアーグッズそのクオリティにファン歓喜 SNS 上で話題を呼んでいるのはナンバーアンダーラインアイの最新ライブツアーに向けたグッズですファンたちはこの日を待ちわびており届いたグッズを手にした瞬間の興奮をシェアしています みんなの SNS フィードは一斉にナンバーアンダーライン愛のグッズで埋め尽くされ、その盛り上がりは、まるで大きな波が訪れたように見えます。その中には、普段はなかなかお目にかかれないような個性豊かなアイテムを手にした喜びや驚きが溢れており、それが一層彼らの期待感を高めています。ファンたちが声を揃えて絶賛するのは、その品質の高さとデザインの素晴らしさ。例えば、 ポーチの内側にまでこだわりが見られることに感動したという声が多く、見た目だけでなく実用性も兼ね備えている点が評価されています。アクリルキーホルダーは可愛すぎて、保存用にもう一個欲しいとまで言わせるほど、魅力的な仕上がりです。そして何よりも注目を集めているのが、ナンバーアンダーラインアイのペンライト。点灯させた時の美しさは圧倒的で、その輝きはまさにライブ会場を彩る一つの星となることでしょう。 中には、ペンライトを手にした瞬間、ライブでの応援が今から待ち遠しくなった、というファンも少なくありません。ライブの醍醐味は、もちろんメンバーとの一体感を感じることです。そのために欠かせないペンライトは、まるでファンの気持ちを代弁しているかのような大切な存在となっています。そして、それを手にした時の感動が、さらにライブへの期待を高めているのです。また、T シャツに関しても、 ヴィンテージ感が最高といった声が多く、特にそのユーズド加工がファンたちの心をつかんでいます。普段使いできるデザインでありながら、ライブ当日もこの T シャツを着て参加することで、より一体感を感じられる特別なアイテムになっているようです。ファンたちはこれらのグッズを手にした瞬間、自分たちがナンバーアンダーライン愛のライブという大きなイベントに参加するという実感を強く感じ始めるのです。それぞれのグッズには、 それぞれの思い出が詰まっておりその一つ一つがファン活動をより深く豊かなものにしてくれていますライブ会場へ向けてトランクにグッズを詰め込むときその一つ一つに込められた思い出がよみがえりまるで旅立ちの準備をしているかのような特別な気持ちになりますファンの中には大和さんに3日間連続で卓球便をお願いすることになってしまったといったエピソードもありそれほどまでに熱心にグッズを手に入れようとする姿が印象的です そんな彼らにとって、ナンバーアンダーライン愛のメンバーと過ごす時間はかけがえのない瞬間です。そして、その瞬間を最高の形で迎えるために、ファンたちは日々準備を進めているのです。ライブに参加するためのシャトルバスチケットを購入したり、ホテルの予約を完了させたりと、細やかなところまで計画を立てています。その熱意は、まるで遠足を心待ちにする子供のようであり、 ファンたちががいいかかににこのライブを大切に思っているかが伝わっててる伝わきますまた SNS 上ではファン同士が集まってオフ会を開いたり一緒にライブへ向けて盛り上がったりする姿も見られます。その交流の中でそれぞれがナンバーアンダーライン愛への愛を語り合いより一層期待が高まっていくのです。グッズの中にはメンバーそれぞれの個性が感じられるアイテムも多くその一つ一つがファンの心をつかんで話しません。 例えば、うちわに描かれたメンバーの姿は、それだけでファンたちの心を熱くさせるものであり、アクキーの可愛らしいデザインはいつも一緒に持ち歩きたくなるような魅力を持っています。これらのアイテムは、ただのグッズという枠を超え、ファンとメンバーをつなぐ架け橋のような存在です。そして、その一つ一つがファンにとっての宝物となり、ライブ当日までの時間をより特別なものにしてくれます。 特に印象的だったのは、ペンライトのてっぺんにロゴがあった、と驚く声や、ストアの写真では分からなかったけど、実物を見たら感動した、というコメントです。こうした細部にまでこだわりが感じられる点が、ファンの心を動かしているのです。そして、実際に手に取ってみることで初めてわかるそのクオリティに、ファンたちハマすマすナンバーアンダーライン愛への愛情を深めていくのです。ライブ当日は、 これらのグッズが会場全体を彩り、一体感を生み出すことでしょう。それぞれのファンが手にしたペンライトを振り、T シャツを着て応援する姿は、まるで一つの物語のようです。その瞬間、ファンとメンバーが一体となり、音楽という共通の言葉でつながることができるのです。この一体感こそが、ライブの醍醐味であり、ファン活動の醍醐味でもあります。中には、 マクロスみたいだねと言われたというユニークなエピソードを語るファンもいました。ナンバーアンダーライン愛のグッズは、単なるファングッズではなく、そのデザインや質感からも一つの作品として評価されているようです。グッズを手にした時の興奮や、仲間と一緒にそれをシェアする時間は、ファンにとって特別な体験であり、その体験がより深い愛情へとつながっているのです。これらのグッズを手にしたファンたちは、 それぞれが自分だけの物語を作り上げていきます。そして、その物語はライブ当日、メンバーと共有することで一つの大きなストーリーとなり、彼らにとって一生忘れられない瞬間となるのです。その瞬間を迎えるために、ファンたちは日々準備を続け、心の中でその時を夢見ています。やがて訪れるナンンバーーアダラインアイのライブ当日、会場に集まったファンたちが手にするペンライトが一斉に光り、 その光景はまるで星空のように輝くことでしょうメンバーがステージに立ち最初の音楽が流れ始めた瞬間ファンたちの心は一つになりその瞬間を共有する喜びが生まれますその光景はただのライブではなくファンとメンバーが共に作り上げる一つの大きな物語なのですライブが近づくにつれファンたちの心はますます高鳴り sns 上では期待や興奮の声が増え続けています あと少しで会える。メンバーと同じ空間で一緒に歌って踊れるなんて夢みたい、といった言葉があふれ、その一つ一つがライブ当日を迎える瞬間へのカウントダウンを彩っています。このようなファン同士の交流は、まるで一つのコミュニティが形成されていくようで、ナンバーアンダーライン愛を通じて新たな仲間と出会うという素晴らしい経験を生み出しています。ツアーグッズの一つ一つは、 まさにその瞬間を永遠に記憶に残すためのアイテムです。ペンライトを振り、T シャツを着て、内輪を手にする瞬間、ファンたちはただライブを見に行くというだけでなく、自分自身がそのライブの一部になる感覚を味わっています。それはまるで、自分が一人の観客ではなく、物語の一員であるような気持ちです。そして、その物語はファンたち一人一人の心の中で続いていきます。ライブが終わった後も、 その余韻は長く続きます。テンライトの光、メンバーの声、そしてファンたちが一緒に歌った曲の数々は、まるで昨日のことのように心に刻まれ続けます。グッズを見つめるたびに、その思い出が蘇り、心の中に温かな感情が広がっていくのです。そして、それがまた次のライブへとつながるモチベーションとなり、ファン活動への情熱を燃やし続けます。特に印象的なのは、 ライブ後に SNS 上で見られるファンたちの感想や思いです。彼らはライブの感動や興奮をシェアし、共感し合い、次のライブへの期待を膨らませます。最高の一日だった。メンバーと目が合った瞬間、涙が出たというようなエピソードが語られるたびに、他のファンもその感動を共有し、一体感を感じるのです。その瞬間、その場所にいたすべての人々が、 同じ時間とと感感情を共有していたことが実感されます最後に、この瞬間を迎えるために長い時間をかけて準備をしてきたファンたちの思いが、ライブ会場全体にあふれ出すことでしょう。ナンバー,ア,ンダーラインアイのメンバーにとっても、ファンにとっても、このライブは特別なものであり、その瞬間を一緒に過ごすことで、さらに深い絆が生まれるのです。それぞれの手にしたグッズが、その思い出の一部となり、 これからもファン活動を続けていく中で大切な存在となるでしょう。こうして、ファンたちの心の中で育まれた熱い思いは、やがて一つの大きな波となり、ライブという最高の瞬間へとつながっていきます。それこそが、ファン活動の真髄であり、彼らがナンバーアンダーライン愛を愛し続ける理由なのです。そして、これからも彼らの物語は続いていくのです。